ヘベソラ使いたちが集結。不思議な運命に導かれ、映画の世界に囚われてしまったペルソナの力を持つ特別課外活動部、自称特別捜査隊、そして我が輩たち心の怪盗団。怪しい映画の世界に閉じ込められて、クマたち大パニックマ。どうやってお家に帰ればいいクマ。そんな我が輩たちの前に現れた謎の2人、あいつらも巻き込まれちまったのか。警戒しろ。迷宮探索に必要なものは映画館の中に揃ってるぜ。しっかり準備して映画の世界の迷宮をレッツラゴー、クマ。わわわわわわ、危ないシャドウがわさかいるクマよ。だが役に立ちそうなものもいろいろありそうだ。こいつは探索のしがいがあるぜ。総勢28名の心強い仲間たち。てか、ペルソナ使いってこんなにいたのかよ。クールでビューティフォーなガールから熱くて頼れる男まで、個性豊かで心強いクマ。まさに100人でけクマ。魅力的な人たちばっかりで、誰とパーティー組んだらいいか迷っちゃうクマね。もしかして可愛子ちゃんいっぱいのムフフなパーティーも作れちゃうクマ。敵の特性に合わせて仲間を組み合わせれば、新たな戦法、より強力な力で対抗できるぜ。我が輩の采配にも乞うご期待だな。みんな、ラビリンス攻略の準備はできたクマ。我が輩たちの活躍、もちろん本編で見届けてくれるよな。お送りしたのはミラのプリチーマスコットことクマとプリチ心の怪盗団、不動のエース我が輩モルガナ、そしてコロマルだぜ。せーの、ラビリンスへようこそ。ペルソナシリーズ最新作 RPG ペルソナ Q2 ニューシネマラビリンス、11月29日発売。君たち予約はもちろん済んだかな。先着購入特典 DLC はペルソナ3、4、5バトル BGM セット。懐かしの楽曲で戦える優れものクマ、見逃せないクマね。PQ2.jp!